皆さんこんにちは、花です。今日はシュウエムラのメタルインクアイライナーを使ったアイメイクを4ルックご紹介します。こちらのアイライナーは全10色展開とカラーバリエーションがとても広いのが特徴。そして高発色なので一塗りでアイメイクの印象を変えることができます。まず最初のルックはネイビーのアイライナーを使ったナチュラルアイラインを引く前には一つ注意。アイライナーにはパールが配合されているので、使用する前にはしっかりと振ってから使いましょう。アイラインは目の形に沿って入れていきます。ブラシを寝かせて使うと簡単に太めのラインができるのでおすすめです。細かいところを修正する際にはブラシを立てて使用すると細かいラインが描けますよ。ネイビーはカラーライナー初心者の方にでも抵抗なく使える色なので、いつものメイクとちょっと印象を変えたい。そういう時にとてもおすすめです。次のルックは鮮やかなレッドのキャットアイ。まずは目の形に沿ってアイラインを引きます。この際ブラシを寝かせ、スタンプを押すみたいにポンポンとブラシを動かすと簡単にラインが引けちゃいます。そして目尻と眉毛の終わりの延長線上に跳ね上げラインを描いた後、そのラインと最初に描いたラインをつなげます。この時はブラシを寝かせてがっつり引くと綺麗に引けます。あとは細かいところを修正し、下まぶた3分の1にささっとラインを引いたら完成。これでちょっと抜け感が出ます。クールだけどどこか抜け感のあるちょっとスタイリッシュなアイラインの完成です。次はブラックとグリーンを使ったダブルアイライン。まずはブラックを使って鼻毛ラインを引きます。この時のポイントは気持ち太めにラインを入れること。上からグリーンを重ねるので、この時点で綺麗なラインが描けなくても安心してください。そして先ほどブラックを引いた少し上からグリーンを重ねます。少しパステルっぽいグリーンがとっても鮮やかで綺麗ですよね。個人的に一番好きな色なんです。最後のルックはシルバー、ブルー、ネイビーの3色を使ったグラデーションキャットアイ。まずはシルバーを使ってキャットアイを描きます。そして目の中心部分にブルーを重ねます。この時シルバーとの境目がきっちりしてない方が綺麗なグラデーションになります。そして跳ね上げ部分にネイビーを。ブラシを立ててアウトラインを取った後、それを埋めるように色をのせていくと簡単にできますよ。下まぶたにはシルバーをプラスしてさらに華やかに仕上げます。以上で完成。この時期にぴったりなクールな印象のアイメイクになりました。さて、いかがでしたか？アイライン一つで簡単にメイクの印象を変えることができるので、ぜひ皆様もカラーラインを楽しんで使ってみてください。最後になりましたが、同じ動画の仲間のフリディアさんは可愛い系のカラーライナールックにチャレンジしているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の更新になりましょう。バイバーイ。